こんにちは、こんばんは、はるきです。今回は上手い人がみんな使ってるスキルムーブを紹介したいなと思います。そのスキルムーブっていうのは、ロールスクープです。ロールを入れてから逆方向にスクープターンを入れるという技になってます。これをマスターすることで、かなり早く、細かい切り返しができるので、おすすめの技になってます。まあ、スキルムーブが5じゃないと、出せない技になってるんですけど、これを紹介したいなと思います。まあ、結構すぐに、ロールを入れてからスクープターンを入れないといけないですし、こうスクープターンが入らないと今みたいな感じでなんか変なキックフェイントになってしまいます。なので、まあ、絶対に練習は必要だと思いますし、まあ、自分も練習をして、まあ、ちょっとは使えるようになってきたので、練習をぜひしてみてください。まあ、スクープターンというのは普通のこういうキックフェイントとは違って、まあ、若干半円を描くようにして、出せる技なんですけど、まあ、これとロールを組み合わせるという、まあ、結構応用的な技になってるんですけど、かなり強いのでぜひちょっとマスターをしてみてください。本当にこれだけの、紹介の動画になってしまうんですけど、めちゃくちゃ、極めれば強いので、ぜひ使ってみてください。それでは今回はこれで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting.